して中村武也を迎えます。まあでも今の投球をしっかり打たれるってことはちょっとストレート力ないのかなっていうような感じも否めないですけど ね。そうするとキャッチャーからするとちょっと難しいですね。その変化球は高めに来てしまう、ストレートがちょっと力がないかなと感じる、そういう中でキャッチャーは何を意識するんですか、佐々木さん。まあ、今まで受けた中、ブルペンから受けた中で一番いい球は何か、それを軸にして攻めますね、その中でも。まあ、落合ピッチングコーチも今日の、ね、ゲームに関しては軸になるボールを見つけてほしいという話がありましたけども、そのボールがなかなか、キャッチャーの田村からしても今の状況では見つからない感じか。打球はレフト線に飛んでいる、これもフェアになりました。三塁ランナーゆっくりホームインです。一塁ランナーどうするか、浅村は三塁ストップ、バッターランナー二塁に行きました。4点目、2番、3番、4番と連打。タイムリーヒットになります。まあそうですね、まあ、今の状況から考えるとやはりストレートはそんなに力がないと思うんですよ。そう考えると今ワンボールからインコースっていうのはちょっと中村に対しては厳しかったかなっていう感じはありますけどね。試合コーチもマウンドに行って、さあ伊藤監督4点目を取られました。